ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。ジャン君、朝一番に吐きました。この下です。今、処理に追われております。なんとかね、急いでカバーしようとするんだけど、まだ寝起きで動きません、よく。手で押さえ、手にしてもらおうと思うのさ、なんか避けるんでしょ、避吐くけるときにフッて避けるからね。僕はね、A4 の用紙をね、用意したんだけど、間に合いませんでした。体調が悪いわけではなさそうです。朝起きてご飯を食べて出まはした。たっぷり飲んでるよね。カリカリとお水の よいしょ。水分もカリカリとあれですか。そして、その騒ぎを聞きつけて、ポンちゃんは泣きながらここに来ました。大丈夫だよ。そしてジャン君、まあね、吐くのも仕事みたいなもんか。そして、ほら、窓辺に朝顔がいっぱいツタを這わしたので、木漏れ日になり始めています。やっとですがね、来年はこっちを中心に早めに葉っぱがこっちに来るようにしてもらいます。はい。はい、ぽんちゃん。はい。さあ、朝のひとときでした。はい。ぽんちゃん。こんちゃこんなに暑いのにママさん出かけるそうですよ。こんちゃさすがに暑いからこっちに来てるってことかな。この部屋は28.5で5度で快適に感じるってことだもんね。あら、君たち。ちょっとさ、あそこ置いてある場所がエアコンがあまり届いてない場所だから少し高いと思うよね。もうちょっとこの、温度計を部屋の中央に置いたらもうちょっと低いと思うんだけど、一応設定は27度にしてあるので、エアコンジャン君、なんでそこにいるの？なんか最近そこ気に入ってるよね。割と暑いと思うんだけどさ、いいのか。何？いや、今度行ってるし。他の部屋よりはいいかな。はい、ジャン君に座布団2枚。なんか最近この上気に入ってるね。上半身だけの時と全身乗ってる時と。両方っていね。う話題を振ると動こうとするじゃんけんです。でもやっぱり乗ったの。あの半分だけ乗ってるやつかわいいよね。じゃんけん。ねえ、じゃんけん。ペロペロじゃんか。いい子ね、じゃんくん。かわいい。